はいい始まりままりしししした給与明細チチャャンンネネルルでですす毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回は注文住宅の企画営業正社員36歳4.5年目の方の給与明細ですというか年収ですねで仕事内容が注文住宅の企画営業担当見学会やキャンペーンの企画広告媒体の選定そのマーケティングや市場調査など仕事に必要な資格やスキルは特になし スキルは新しいいものへのへ抵抗がないこと月の勤務時間が270時間の残業70時間で収入が月収30万その他70万で年400年収でいくと430万仕事に対する不満は昇給が明確にないので仕事は増えても給料は変わりませんやりがいは他と遅れているのでやりがいはありますで年収です、えー 総支給が431万4221円で、えー、そこから148万8021円控除されて手取りが、えー、300万9600円となっています、えー、270時間月働いて残業も70時間して月当たり340時間働いているのですが月収でいくと300万ちょっとという感じの企業明細でしたそうですね時間 時間でお給料を考えるとちょっと少ない感じもするんですけどまあ年収400万超えてるのでなかなかいい方なんじゃないかなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします